どうもハンサムクロージーです。はい、今日はですねビアードパパのシュークリームを買ってきました。さらっと髪型を変えて2日目ということで、2つ販売されてます。期間限定、今年はブラックハロウィンキャラメルパンプキンシューと渋川栗のモンブランシュー、これ2つとも毎年ほぼ出てるような気がするんですけど、キャラメルパンプキンシューは今年は皮が黒くなってます。ということで食べてみましょう。じゃあまずはハロウィンキャラメルパンプキンシューからいってみよう。じゃん。はい、真っ黒、黒いですね。すごいクリームがはみ出てます。すごい、もういっぱい入ってるんでしょうか。黒い方がやっぱりなんかこうハロウィン感出ますね。黒いシュークリームを見るとやっぱカリントシューを思い出して、カリントシュー食べたいなっていう気持ちになっちゃいますよね。まあそれはさておき、ちょっと割ってみます。はい、ほら、あー、ほら、すごい、あー、クリームがいけません、お客様。うわー、やっぱいっぱい入ってるな、これ。さては、こんな感じで、美味しそう。いただきます。サク、久しぶり、美味しいです。まあシュー生地はいつも通りパリッとしててサクサクで美味しかったです。クリームもしっかりかぼちゃの風味と甘さが、あとやっぱかぼちゃのつぶつぶが入ってますね。去年はなんかあんま感じなかったんですけど、今年はなんかすごいつぶつぶ感を舌で味わって濃厚なかぼちゃの味わいを楽しめました。美味しかった。見た目も良いですね。18歳。あ、ちなみにこれハロウィンのね、かぼちゃの方はこんなパッケージになってて可愛いですね。お化けが可愛いな。笑顔がね、ほっぺたがあるっていうのがわかるんですよね、このお化けには。ちょっとぷっくりしてるのかな。可愛いですね。はい、次は渋川栗のモンブランシュです。これね、全然味覚えてない全然味覚えてないんですけど、美味しいんだろうな。栗だもんね。ベリー系とかやっぱフルーツ系が好きだから、そういうのめちゃめちゃ覚えてるんですけどね。よし、じゃあちょっと割ってみよう。こっからパキッといきまーす。下手くそです。上下に分かれたみたいになっちゃった。あー、クリームはたっぷり入ってますね。固めなんだ、クリームは。ちょっと、あとカスタードもちょっと入ってる。かぼちゃの方がかなりトロッとしてましたね。ずっしり感はないっすね。軽い。割ると一気に栗の香りが強い感じじゃなくて自然な匂いですね。いただきます。うん、栗美味しい。すごく美味しく感じました。生地の調子がいいのかもしれない。ビアードパパやっぱり生地がね、もう8割くらいですから、僕の中では。クリームも美味しかったです。栗の自然な甘さと香りがあってすごく良かったです。栗って感じでしたね。カスタードの感じはあんまりなかったけど、すごく美味しくいただけました。牛乳が飲みたい。牛乳ごちそうさまでした。うまい。チューハンサム。はい、ということで今日僕ちょっと今腹ペコっていうのもあって、すごく美味しくいただけましたとても幸せです。気になる方ぜひ10月いっぱい販売されてるはずですので、よかったら召し上がれ。美味しかったです。以上、ハンサムクロージーでした。バイバーイ。